で、ここはここマジで何、これ何だろう、掛け算。はい、どうもクイズノックの佐々木です。ナイスガイスガイです。スガイさん大変です。なんで大変だ、大変だ、大変だ。そんなにこの手紙が、はい、来たんですけど今、はい、なんと我々は今、はい、半導体のない世界に来てしまったらしいです。あー、なんてこった。俺のケースが俺の炭素が、その辺はということは、私たちは存在できません。だから、はい、あなたも私も炭素でできているので、あー、そこは特別なんですね。いわゆる半導体素子がね、大体っていうね、あ、半導体素子の方が、はい、素子の方がなくなってしまったの。神があるだろ。あ、いや、それは特別なんです。それは特別なんです。これは、ちょっとこの神が特別だと言って特別にこれは用意してやろう、用意してやろうと、彼らは用意してやろう。はい、で、例外はともかくね、この半導体のない世界から元に戻るためには、はい、半導体のありがたみを知ってもらう必要がある。やっぱないと困るわ。ないと頼むって言って、心の底から思わないと返してくれないんだって。あ、そうなんだ、うん。いつも当たり前に思いすぎて、そうそうそう。言って、あ、確か感謝したことないから。お前ダメだぞって。感謝しろ、ちゃんと。はいはい。で、ないと、うわー、ないと困るってなった時に、なった時に返してあげましょう。ああ、そうなんだ。で、そこでね、次の計算を行えという指令がね、はい、計算出てますから。はい。この課題をあなたの頭を使わずにクリアせよと、はいはい、最初の項が0、はい、2番目の項が1、うん、ダイヤの項は直前の2つの項の和で表される、はい、この時数列を7番目の項まで求めなさい。こういう問題が出ております。0、1であとは2つを足していく。フィボナッチ数列だから、そうです、フィボナッチ数列ですね。0、1、2、3、5、8。ダメ、ダメです、ダメです。今頭使いました。いや、使ってない。ダメです、指しか使ってない。自分で計算しました。ダメです、それは機械にやらせなきゃダメ、機械にやらせなきゃダメ、はい、マシーンに半導体を使わずにね、半導体なしの、はい、半導体なしなのに機械でやらせなきゃいけない。そう、頭を使わずに、ははー、ソロの番だな、これはさては。あー、ソロの番ね。ソロの番はあるんでしょうか。うーん、あるのかな。半導体のない世界といえばね、はい、この前やったじゃないですか、好きになっちゃう放課後、うん、機械式計算機ってのがガチャガチャ、はい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 、いう話をしたじゃないですか、うん、だからそれに近いことを、そういう世界観だ、まあ今からね、うん、ちょっとやってみようというわけですわ。大変だ。大変なんですよ。テルが潰れないためにも、テルが潰れないためにももう半導体ない世界では困っちゃいますから、はい、よくない、取り戻す俺は、うん、俺の大好きなあの半導体素子を、大好きだね、はい、はい、やっていきましょう。はい、はい、というわけで、はい、こちらご用意いたしました。ご用意されました。こちらです。でで、部品たち。まずね、だから半導体が生まれる前の世界を考えたわけです、はい、で、機械的に計算をするっていうことを、うん、やっぱり僕なりに理解したところ、うん、はい、これは機械式計算機だと思ったわけです、はい、ガチャ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 やりたいと、うん、で、それをやって今日は作っていこうかなと思ったので、うん、こちらになんかこう機械式計算機のパーツを 3D プリンターで印刷したものをご用意いたしました。すごいですね、 3D プリンター便利ですね、うん、世の中 3D プリンターというのは、はい、半導体で動いてるじゃないかい。確かにそうじゃん。まあいいんですよ。そこはね、例外と例外、あの、ね、いつもの特別なやつ、はい、特別なやつね、はいはい。で、その 3D プリンターで計算機作ろうっていうサイトとか調べたら見つかりましたので、はい、そのサイトの言う通りにちょっと概要欄にも貼っておきます、はい、で、3分クッキング方式もご用意されている、はい、なるほどね。なんでかっていうと極めて時間がかかる、印刷は。印刷はね、うん、3D プリンターってめちゃくちゃあの印刷するのに時間かかるらしい。そうなんで、あの、もう用意してきました、はい、もう早速実際に制作していこうと思います、はい、まずどれから作るのかをもう全部見ていく、順番にやっていこう、データを見ていこう、はい。さあこうね、最初の部品です。こいつはこうギュッとはまってくれるの、賢いね。おお、 3D プリンターって相当精巧に作れるんだな。うん、ほらパチパチっとこう、素晴らしい。はい、おお、すごい。でで、これだけでも結構物を作った気分になりましたね。いいよね、はい、すごい、できてる。はいよ、はい、止まりました。
したらその棒を回せばさ、リンケージを通じて棒が上下するんじゃない。おお。おお。すごい回っております。おーおーおーおお、すごいちゃんと回ってる。おおおー、いいですね。動かなくなりました。あ、またこいつとこいつがずれた。涙。こういう 3D プリンター。あ、さあ、はい、新しい手紙が来ました。はい。なかなか頑張っているが、その調子では計算機ができるまで無限に時間がかかってしまう。無限無限に。有限だろこれ、どう見ても。いけそうなんですけど、十分大きい時間をかけるわね。いけるだろうけど、はい、だから特別に枝付きをしてやろうと、はい、いうことでこんなものがあります。ドカ、はい、ーン、はい、はい、こちら手回し計算機でございます、作ってあげましたと、はい、でこれで使って計算してやろう。おう。でその代わり課題は括弧512プラス419括弧閉じかける30割る70をやれと。急に難しいじゃん。もう一回言って 500?512 と419を足して、はい、30をかけて70で割れと言っております。30かけて70で割れ、うん、3かけて7で割れって言えや。その通り。でかい。でそういう工夫をしてはいけません。512と419を足したらどうせ7で割れるんだろうな。931ってことは7で割ると100。え、割れるかな。2が来て23で3が来て21で3だから133。おお。ってことは399。正解。よし。ダメです。ダメです。そういえば計算能力を失ってるんだった。俺たちは失ってるんですよ。これでやらないといけません。はい。で説明は教えてくれません。説明は教えてくれません。神は自分で見つけろと言っております。じゃあどうやってこれをね使うか考えながら、はい、解明しながらね。よし。計算やっていきましょう。はい。さあ、じゃあこちらのね、うん、計算機どうなっているのかってことですけど、数値を示す場所がこうなんか8桁ぐらい、9桁ぐらいありますね、うん、で下にもなんか1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 20桁ぐらいで、さらにその左に11桁ぐらいある。これ何なんだろうな、何なんだろうな。これ優れた観察眼で、はい、かける割る足す引くを見つけました。足す引くとかける割るが別々の場所にあるんですね。どうやるんだろう。なんかレバーみたいなのも2つあります。でこっちに回すもの、回すそうなものがあります。こう動くんだろうか。なんかあったな。なんだろうこのレバーは。おお、あ、おお、お、お、なんか動きそう。左右に動く。ここがガチャガチャ言っております。あー不明だ、うん、なんかこれを例えば、あ、よし、おお、ここが回ってるやつも一回やってください。2、3、4、5。おお、ここが回りますと。はい。はいはいはい。あ、元にも戻せるんだ。うん。はいはいはい。これ何？こっちに動かしたら引くなの？これで足すなの？わかりません。逆だね。これは？回せる？いや、回んないとおかしくないだって、こんな見た目。回転室。あ、なんかそれ外に出したりするんじゃない？だって今だと外に回りそうにないよ。お、お、あ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 、回っております。え、え、来た来た来た、見てここほら、あ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 、増えてる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 、あ、10になった、10になった、ここが増えてる、こことここが増えてます。11、12。お、ぐるぐるするために待ってよ。さてはこれ1を、うん、こう回すと足すんじゃない。だから逆に引くんじゃないこれ。ほら、おお、おお、逆向きにすると引くができる。賢い。でこれで誤差さん。おお、そっちが誤差さんになった。こっちは。おお。じゃあ二つ画面があるんだ。ここ。なんで二つ画面があるんだろう。じゃあ後から考えるか。今一周すると1増えることが分かりました。だから510に足す419は、うん、500。10、2にしました。はい、2の9乗。
あ、2の球場、いい数値だね。で、これをどれで記録するんだい。あ、待てよ、こうして、うん、こうしたらここに512が、おお、一度に入れ、一度に512が入りました。で、ここは1なんだ。ここが512なんだ。へえ。あ、で、ここ多分これをやらないと消えないから、はいはいはい、これこうしとけばここが覚えとくんじゃない。なるほどね。こうできるんじゃない。ほら、おメモリーなんだここで。なるほどなるほど。で、419、419は謎の数字。僕の誕生日。あ、そうなの？僕の誕生日。あ、512って僕の誕生日2の球場かと思った、5月12日ね。なんかパソコンみたいな話してるから。なるほどね、419意味不明じゃん。2進数を出してきてるのかと思った。確かにね、256とかにしろよといういや、412でございました。はい、はい、で、これで引いてこう回すと足せるんじゃない。おお、おお、ほら930 931 931。ああ、ちゃんと足し算ができました。合ってるじゃん。すごい、できております。で、931に30をかけたいわけですよ。そうで、ここはこれマジで何、これ何だろう。掛け算、掛け算の方にずらして、掛け算だとしたら30回回せば30倍になるとか。ああ、ええー、分からない。逆に悪にした時に何が起こるか見ようよ。そうね、悪悪70、うん、1001。え、ここ 9が並んだんだけど。え、ほんとだ。もう一回逆に回したらそれで1増えるの。うん、ああ、あれ、お前ここが70引いた。931、何かけるだと何が、ここが増えてるわ。かけるだと、ここがかけるだと計算回数が増える。あ、あ、あ、待てよ、だから、うん、ここ5破算にして、ああ10、見て、10かける0は0、10かける1は10、うんうん、だからやっぱ30回回すんじゃない。あ、30回回すんだ。10かける2は20、うんうんうん、っていう見方なんじゃない、これ。なるほど。え、とりあえず931×30 やる。931×30 やる。1回、いい回ね。もう931入れてかける、かけるにして、2、3、4、5、6、7、8、9、10、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。原始的な作業ですね。27930になりました。合ってる？3かけて、931だったでしょ。うん、3かけて2793で0。おお、まあこれ間違ってたら怒るやん。で、で、まあ掛け算まではいきました。足し算、引き算、掛け算できました。割り算だ。割り算ですよ。70割る、でもこれ、これ謎だな。70で割るってこの世ではどういう操作が行われてるの。70で割りたいときってA×70=B になるものを探すんだよ。ああ。A×70=27,932 になるものです。なるほど。それをここの中で再現したいわけよ。うん。ここさ、掛け算、30回回すのが掛け算。うん。でも30回回すのは足し算か引き算しか回すことでは表現できないじゃん。うん。引き算とかで割り算って表現できるかな。10÷2 は10から2を何回引くかってこと？あ、じゃあ、はいはい、70を引き続ければいいんじゃない？ぐる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 。そうかそうかそうか、70をたくさん引けばいいんだ。
ここから、うん、あ、一回そっちをご破産に、あ、そうだ、こっちをご破産にして70にして、70にしてで、割り算にして、割り算にして、で、これは0に回るまでぐるぐる減ってる、減ってる、減ってる、減ってるから、ここが0になるまで回し続ける、回し続けるんだ、回し続けろ、ぐる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 、減ってるね、数字減ってる、減ってる、減ってる、数字減ってる、数字減ってる、おー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 おお、遠い作業だな、まだ26,000残っております。もう全然早く回せるよ、はい、確かに。この計算機のさ、とんでもねえ弱点言っていい、はい、割り切れないときどう？いや、それは分かんない。交代する？はい、交代、ちょ、消毒しろ、はい、よし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 、行くぜ。お、楽しいね、なかなか。愚かだねって気がしてきたな、これちょっと。これ確かに愚かだよな、ちょっと。さすがに。399だよ、ちなみに。ちなみにね。てかさ、これさ、人ってこう回そうが得意だよな。あー。だから、こう回そうがいいんだよ。へい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 。かっこいいかっこいいかっこいい。3桁、320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 、
え方で合ってるんでしょうか。合ってんじゃないの。とりあえずできましたね。399です。これしか考えらんない俺たちには。うん、これ答えが5万とかだったらどうするどうするんだろうねこれね。あ、待って、ここさ、あ、ここさ、ほおおお、なんかここやたら綺麗だ。確かに。さあ、手紙が届きました。はい、手紙の内容、よく課題をクリアしました、ね、おこれであなたも半導体のありがたみがよく分かったでしょうということだ。まあそうかな、まあ、まあ確かにでかすぎるし、でかすぎだって整数の割り算をするためだけにこれだけでかすぎだよ。中でいや電子が同じことやっているんだとしても、うん、俺が手を回すよりは電子がヒュン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 って行ったり来たりする方が明らかに賢い。確かに明らかにね、もっとだって賢くルートとかできるんだから、うん、さあ確かに確かに、電卓はパソコンだったらもっともっともっとできる、うん、計算だってできるんだから、まあ分かったかもしれない。まあよく分かりました。はい、はい、半導体のありがたい、半導体半導体半導体ありがとう、半導体ありがとう、半導体は神だね。いや素晴らしい。はい、ということで、はい、今回はね東京エレクトロンさんの、提供でやってきたわけですけれども、おい、東京エレクトロンさんはね、高性能な半導体を作る装置を、うん、実際作っている企業なんですね、うん、もう装置の装置、はい、そう、皆さんの使っている道具があります。パソコン、電卓、カ、はい、メラ、はい、でそれの中に半導体素子があります。ありますあります。でそれを作る装置があります、はい、でこれを東京エレクトロンさんは作っていると。なるほど、いうわけなんですね。うん、これがないとね、はい、とんでもないことになるってことがね、このこれやね、これやこれやこれで、これで分かったことでしょうね、皆さんも。まあ興味のある方はね、ぜひこれ普通に売ってるらしいんで、うん、あの中古屋さんとかで、中古屋さんとか言わないと、中古屋さんとかに行ってください。はい、はい、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。はい、はい、半導体のありがたみが分かると思います。はい、もう筆さんと同じやんけって思うと思います。はい、さあこれね、はい、興味を持った方はぜひね、テルさんの東京エレクトロさんの、ページ概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてください。はい、そしてですね、学ぼうチャンネル、そしてメインチャンネル、クイズザックのメインチャンネルは他にもね、東京エレクトロさんとのコラボの動画を、たくさん出しておりますので、はい、そちらもぜひチェックしてください。はい、ということでチャンネル登録、高評価、ツイッターや LINE などのフォローもお待ちしております。それではさよなら、さよなら。